こんばんばは本日もですねだらだらと靴の話をしていこうと思うわけですが、えー、と今日はあの靴ひもの通し方 <laughs> について、えー、ちょっとおしゃべりをしていこうと思うんですけど今ここに2足2足というかワン、まあ、ペア靴を、えー、ご用意してるんですけど右と左で靴ひもの通し方違うのが。 この,のこのアングルででは分かりにくいですね。こっちはいわゆるパラレルっていう通し方をしていますあの1個飛ばしで、えー、靴ひもを通していくやり方で対してこっちはシングルっていう結び方をやっていますもう一番下から一番上のところまで穴を通してあとはもう片方のひもを えぐるぐる巻いていくっていうやり方をしていますこの2足ちょっと比べてみてここでお気づきになった方もいるかと思うんですけどえっとこっちのパラレルってこの右のえー、この両側の羽が綺麗に揃ってるんですよねバランスが乱れてないですよね対してこっちこっち 微妙ですけどこっちの右の羽が上がってるの右,右画面上こっち側の羽がちょっと上に上がってるの分かりますでしょうかこう一方向にぐるぐる巻き上げていくんでちょっと右の羽の方はちょっと段差がこうポコッとできているようになっているのがお分かりいただけるかと思います。 えっと、外バネの靴私ちょっとこの、えー、外バネの靴に関しても結構こういうふうに、えっとまあ、見た目平行になるように、まあ、パラレルの結び方をしてちょ,っとドレスにちょっとドレス感残しながら履きたいなっていうのがあるので、えー、こういう結び方をしているんですけど、まあ、スニーカーみたいにこうオーバーラップとかアンダーラップとかみたいに結ぶ方もいらっしゃると思いますけど。 そそれはそれはででいいと思うんですよ。オールデンとかそういうふうにして結ばれてる方が多いと思うんですけどただ、えっと、このシングルのやり方に関しては僕外バネには向かないと思っていてあのー、こうどっちかこうキュッと寄ってしまうとなんかちょっと左右のバランスがあまり良くないなと思っていてですね個人的には。一番通し方が簡単なのでこうしたくなる気持ちはすごくわかるんですけど。 通し方も簡単なんですよね。こうやって、もう一方向からずっとぐるぐる回っているのを取っていけばいいっていう感じなんですけどやっぱりパラレルにした方が、あの羽のバランスが綺麗に見えますちょっとパラレルに直してみますね よっこいパラレルの方が若干私みたいにちょっパニクる感じのおミスった。 もうね編集とか一発撮りとか編集とかせずに一発撮りでやってるんでねこういうことがまあまあ,あるんですよでこっちから1個飛ばしてここでこっちから1個飛ばしてこれはこっちでここから横に通して、えー、これでパラレルですねよいしょ こっち,こっちとはいこれでパラレルになりましたこれで結ぶとさっきあったような右左のバランスの不均衡ってなくなりましたよねこう羽も綺麗にこう平行になってますよねこここう 羽根の両側に、あのー、均等に力がかかるので外羽の靴の場合はこっちの方が見栄えがいいんじゃないかなと私個人的には思います。はい、外バネの靴まああああああもう結び方好みなんですけど外羽に関してはこのパラレルかえっとアンダーラップかオーバーラップっていう結び方があのー。 一番この靴を綺麗に見せるんじゃなないかなとシングルは内バネやってもいいんですけどやってもいいのかなと思うんですけども僕最近は全部パラレルに変えてますあのやっぱり内バネでもうーん,なんか靴にストレスがかかる気がしてそのシングルにすると。あの外バネってまだこの羽根が外に出てるんでこの力の逃げ場がありますけど。 内バネってこれがあの固定されてるのでその分変なところに力がかかっちゃって皮にあんまりよくないんじゃないかなっていうふうに、えーとま、感覚的にそういうふうに思うので、えー、そういうふうな、えー、通し方を最近はしてますね。うん、えっ、ー、と靴ひもの通し方ってまあ通すのも結構面倒くさいんですけど。 やってみるとやり始めてみると慣れると全く時間もかからず23分ぐらいでできることなんでえっ、ー、とー「外バネをよりかっこよく履きたい」とかえっ、ー、とーまあ、この動画見てちょっとあそういえば。 どうなったんだっけなんて気になった方は是非、えー、ご自分の靴見てみてくださいそして、えー、と結び方シングルパラレルとか何かいろいろ申し上げましたけどその結び方に関しては YouTube に、えー、優れた動画がたくさんですね上がってるかと思いますのでそちらもご覧いただければと思いますはい、えー、今日はちょっとあっさりしてましたけどこの辺で、えー、この辺にしておこうかなと思います、えー、本日もご視聴ありがとうございました